国内の FP は全部で13人。その中で私が実際に起用してみた体感で、誰が一番頼りになったか、ランキングにしてみるね。いくぞー。という結果になりました。鬼茂を抜いてミクリアが1位だったね。だって強いからね、仕方ないね。上位半分はマジでおすすめなので、若い年齢で出たら絶対取ろうね。皆さんのおすすめは何位だったかな。それではご視聴ありがとうございました。じゃあの